どうも、ねねです。メビウスファイナルファンタジー PC 版スペシャルイベント FF12 コラボ、光の空賊遊んでいきたいと思います。この動画を配信されてる頃には結構前になってしまうかと思うんですが、終局のメビウスっていう新章ですねが配信が開始されまして、その例をクリアするとどうなってしまうんだろうっていう疑問もあるんですが、最近メインストーリーの方を進めていないので、今後ちょっと進めていきたいなとは思ってます。多分このイベントクリア後から進めていこうかなと思うんですけど、コラボイベントとかが間に挟まってくるとどうしようかなって思ってるんですよね。まあ、基本戦闘が多いのでどうしようかなと思うんですけど、イベントシーンだけ抜き取って編集してってやつでもいいのかなとか思ってるんですが、それだとなんかね、他の方も結構やってる方もいるのでどうかなとは思ってます。にしても FF7 のリメイクのやつがなんか開発が難航してるっていう話をどっかで見たんですけど、確かに E3 でも情報が出てなかったし、どうなってるんでしょうかね。ここはこれだけか。次こっち。昔から思ってたのは FF11 なんですけど、割とネット界隈だと言われていた、あの HD 化というか、まあグラフィック作り直してで綺麗にしてっていうやつがやってくんないかなってちょっと願ってはいますけど、いろんな問題点があるんでしょうから、なかなか厳しいんでしょうね。どちらか。ここが開いた。魔石100個はありがたい。といっても最近あの大召喚系やってないんですよね。なので召喚チケットも溜まってきてるし、魔石も地道にはまた
ギフトボックス買ってはしてるんですけど、結構溜まってますね。相変わらず無課金のまま進めてきてて、今後どうしようかなっていう感じではあるんですけど、セーラー王女のジョブとかは全然取ってないんですけどね。油断してるよ。今のうちに攻撃。あいつぼーっとしているぞ。俺たちに気づいてない。だから収穫のチャンスでしょ。お前空気か。美味しくいただきます。賞金首に情けは無用。ああ見つかっちゃった。お前が叫んだせいだろうが。強敵出現。すっごいパタパタしてるけど。普通のスピードでもすごいパタパタしてるのに、倍速かけるとかなりパタパタ。守り、騎士の誇りだ。お前がな。第2ラウンド開始。見た目より丈夫だな。どんずら。追うぞ。待ちな。逃げる相手に追い打ちをかけたつもりが罠にかかって返り討ち。よくある話さ。恩人さん、忠告しておくぜ。勝った時こそ深追いは禁物。それが戦いの鉄則。クポ。戦わない種族の癖して偉そうに。倒さなくていいのか。ふん。マンドラーズは空族と戦うために鍛えた力を発揮したがってるだけさ。バトルで実力を出し切ってあいつは満足したはずだ。さすが恩人さんだぜクポ。それはどうも。この後さらなるマンドラーズがテグスネ引いて待ち構えてやがる。恩人さんの武運を祈るぜクポ。あのさ、マンドラーズとモギーってグルっぽくない？そうであっても不思議じゃないな。モブハンドクリア。次はこのエアロポートかな。終わりだ。
夢の旅路1。たまにはちょっと久々にジョブを変えて遊んでみようか。また手渡しか。大体なんで手配書なんだ。そんなに空賊と戦いたいなら持ってくるのは手配書じゃなくて挑戦状だろ。どうしてだろうね。ふむふむ、賞金首って響きがかっこいいからって言ってる。単に気分の問題かよ。あとこうも言ってる。そもそも挑戦状というのは強者に勝負を申し込む格下の側が出すものである。お前ら人間よりも格上である。我々マンドラーズの方が挑戦状を出すのはおかしいだって。なんだと？ずいぶん言ってくれるじゃないか。お盛り上がってきた。いや待て、エコ。こいつ今本当にそう言ったのか。お前の通訳は確かなんだろうな。私を信じてくれないの？疑うなんて傷つくな。
さかお前まで来るかよ。まあそのまさかですよ。モブハントスタート。はい、というわけで今回ここまでにしたいと思います。チャンネル登録、高評価等よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。